どうも皆様ごきげんよう、クーです。それでは星のカービィディスカバリー続きプレイしていきましょう。さて、冒険をサポートするアイテムが勢ぞろい。145人のワドルディたちが力を合わせてワドルディの道具屋をオープンしましたということなので、これは早速行ってみた方がいいかな。道具屋さんですね。パワーアップアイテムなのかな。体力2倍。ここは冒険をサポートするアイテムが買えるワドルディの道具屋です。なんとカービィさんが一時的にパワーアップできるアイテムを販売しております。一つのパワーアップアイテムを重ねて使うことも、違う種類のパワーアップアイテムを一緒に使うこともできます。ただし一類持てるアイテムは1個までなので気をつけてくださいね。うん、カービィさん早速何か買っていきませんか。ライフアップ2倍になる。2倍よりは多くならない。最大マックスで2倍か。200秒間攻撃力アップ、5個まで重ねて使える。スピードアップ5個まで重ねて使える。スピードアップは制御しきれなさそうだな。これライフアップじゃないかい。はい、このカービィの左上の HP バーが増えるのかい。ちょっと使ってみたいね。お、あ、なるほど、ゲージが2つになるのか。はい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 、そういうことね。とりあえずこれもう1個買っとこっか。いいね、 OKOK、 そういうことか。はいはい、理解いたしました。ではいつも通り冒険に向かいましょうか。あ、そういえばよいしょ、取り逃しているものはないかな。設計図ない。 OK です。大丈夫、ありがとう。 OK です。で、151っつったから、あと4人でまた町が開拓されるわけですね。よし、さて今回は前回コロシアム行ってちょっと時間食ってしまったので、このホワイティホルンズがまだあと4ステージ残ってるんだよな。そうだね。なので今回は急ぎ足で行かないといけません。行きましょう。フローズンメトロ、ワドルディを助けるが4体なので、まあ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 いけるでしょう。スリープがあるよと。スリープがあるけど今はいいかな。 OK。 そう、アイスがまだ強化されてねえんだよな。このステージでもしかしたら強化が出るかもしれない。取れない、危ない危ない危ない。敵のことはちょっと無視しつつ行こうかな。痛い。そしてできれば爆弾の方がいい。 OK、 よしよしよし、いいでしょういいでしょう。危ない、あ、倒せた。これはおおおい、おっと危ない。たこ焼き、うん、なんかありそうというわけではない。滑るけど、ああなるほどなるほど、そういうことか。絶対なんかかしら左右にあったりするんだよな、こういうの。よいしょ、あとちょっと待って、これよいしょ、待って、ガチャ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 じゃない、ガチャルボン。 OK、 よし、無視して、はい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 、まずは安全な位置から。おっと、右上に何かある。お、なんだなんだ、2台の電車の屋根に乗る。ほう、フローズンメテオ、あ、メトロの上に乗るということで。よいしょ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 、危ない危ない危ない、なんでそんなところにいるんだい。危ないね、怖いね。よいしょ、ちょっと左右に来られるの嫌だな。ちょっと爆弾投げまくろう。まだ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 、危ない危ない危ない。オッケーオッケーオッケー、よし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 。取れない。待って。ほっ、あ、やばい。危ねえ、怖。そして、はいはいはい。食べ物も多少欲しいよね。チェックポイント。はい、おお、よいしょ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 。ほら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 、
よいしょ。オッケー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 。よしよしよし、いいよ。危ない。オッケー。もしかしてハンマーが必要だった？ですね、ハンマーですね。ハンマーが必要。おっと、待って、ここに電車あるじゃん。これだろう。よし。行きましたね。まあ、これは反対側に回りつつ、あー1枚取れなかった。まあ、別にスターメダル1枚ぐらいはどうってことはないんだけども。ワドルディの声が聞こえる。あー、なるほどね。よいしょよいしょ。落ちるのかなこれ。よいしょ。あー、スライドする。あー、なるほど。 OK、 よし、1/4。はい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 。 OK、 よし、先行こうか。おー、嫌だね。2台の電車の屋根に乗るの後の2つのクエストがまだ発生していない。うん、もういいや、コインはちょっと。あれ行くためにダメージ食らってたらラチアかも。よいしょ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 。バナナ、バナナはちょっと欲しかった。あー、食いがあるのね。よこしょん。あー、右にもあるのか。ほら、よし。お、上がる。ガチャルパーマ、いいね。あ、やばいかもしれない。危ねえ。2箇所。はい、待って、危ない。お、待って待って待って、あそこか。 OK、 よし、うらで、向こう側に何があるんだ。ん、秘密の通路かな。隠し通路を2個見つける。隠し通路があともう1個あるのか。うん、とりあえず進めばいいかな。はい、まああんまり無理せず。よいしょ、ほいほい。おっと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 、なるほど。で、上はあれかな。ここは急がず慌てずで、くるくると。うわあ、なるほど、そういうことか。あら、急げ。危ない。お、オッケー、いいね。あのブラックコーヒーとミルクが一緒に並べてあるのはありがたいな。ブラック飲めない人いっぱいいるからね。よし、隠し通路とりあえず1個クリアしたから、あともう1箇所あるんだね、隠し通路時代は。ニードル欲しいなーと思ったけど、まあまあまあ、まだ分かんねえからな。個人的には爆弾が一番いいんだけど、あとまあドリルもいいかな。なんかヤバそうじゃない、ここ。でけえな。なんでそんなにスリープがいっぱいいるんだい。オッケーオッケーオッケー。お、ワドルでいいかよ、これ。ニードルだったらちょっと戦いにくかったかもしれんな。待って、ジャンプして、お、ハンマーでピコンって着地の時にこんなことできるんだ。そんなことできるんだ。だね、ちょっと待って、やば、危な。どうしたらいいのこれ。上に登れないの。あ、登れる。あ、ちょっと待って、だいなるほど。危ないな。待って、乗れない。そして上になんかある。これ絶対向こう側にもなんかあるっしょ。なんだ、向こう側なんかないのかな。まあ、一応行くだけ行ってみよう。よいしょ。
あー、スイッチ、はい、はい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 。まあでも敵がまず邪魔だからここかな。行った、ガチャルポン。敵が降りてきてる。うーん、先に行くしかないのかなこれは。うわー、これは怖いね。うん、ちょっと待って、申し訳ないんだけど、なんかあるかもしんないからちょっとだけ寄り道させてほしい。いや、ないね、ないね、これはないですね。この高さから、あー、視線が下に落ちるってことはないな。 OK、 了解、わかりました。じゃあ無理はしないようにしましょう。はい、戻ってきました。じゃあまずここだね。突き落とされないようにしないと。よいしょ、はい、まあお前はよいしょ、これいいよ。上に敵がいるのかなこれ。よっこして、あ、向こう側に道がある。なるほど、あ、なるほど、はい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 。あ、でこっからまたさらに道があるのか。どういうこと。あー、戻るで。もうでも4分の4だ。おやおや、ちょっと怖いなこれ。でも隠し通路がどっかあるはずよ。コンテナの荷物を調べる。ああ、なるほど。この上はもうないのか。何にもなさそうだね。なんかさらになんかありそうで怖いんだよな。ないか、なさそうだね、なさそうだね。理解、危な、はい、 OK です。まずい、まずいですよ。危ない、よし OK で、ここはもうダメなんですね。おい、よいしょ、ドリルにしといた方がいいかな。お、当てられない。あっ、あっか、マジかよ。なぜペンシルドリルになった俺。ようわからん今のは。よいしょ、あ、ここいけない、ここいけないの。そうか、ここいけないのか。隠し通路がそして見当たんなかったよ。ここ違うか。隠し通路見つからんかったな。なんかこの辺にあったりとかする、もしかして。さすがにないか、ないか。隠し通路が見当たりませんでしたね。でかいやつはまた名前違うんだ。はい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 。凍てつく海と風と。あ、ちなみにですね、収録外での話なんですけれども、あー、なるほど。チャレンジもそういえば発生するか。見てもらえば分かるかな。一応ね、はい、コンプリート、過去のステージは全部コンプリートしておきました。だからなんだっていう感じではありますけれども、まあなのでワドルディは今のところ最大値で溜まっているんじゃないかなと思います。じゃあ行きましょう。これそれこそ、これドリルが必要なんじゃねえの。ドリルだと地面の中を進むから風に煽られる心配ないよね。いいね。わあ、危ない。ファイヤーか。なんかと痛い。枕タックだったね。はい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 。お、
OK OK。 はーい、危ない。そして何かあった。あー、なるほど、これはちょっとやだね。お、いけた。ニードル、ニードルですか。ニードルにならないとダメなんだな、これ置いてるってことは。5分の1か、ちょっと多そうだな。あ、OK、 ニードルね。あ、いけねえわ。なるほど。ん？ということはここどっか道あんのかな。別にそういうわけではない、そういうわけではないのか。ほら、おいしょ。危ない危ない危ない、勝手に落ちていきな。よし。あ、左の道何だったのか気になるな。あ、次のステージ行っちゃった。まあいいや。おい、輪っか頬張りね。はい、うわー、よいしょ、よし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 、ふうめで乗ると。あ、バッカ、なんで、なぜ今乗れなかったのか。こっち側には何もない。ほら、船乗りのグルメを3つ食べる。食べ物食べないといけない系らしいけど、何を今食べたのか全然覚えてねえや。こういうこと？あ、そういうことか。船に乗ってる最中に食べ物を3つ食べなさいよと、そういうことね。向こう側に何かある。もう一箇所何かあるはず。ここ？なんかこの辺じゃない？違う。ん？違う。あ、違う。そういうことか。あ、わかった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 。一旦降りないとダメだな、これ。一旦降りて、よいしょ。よし。で、風車動かして。はい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 。なるほどね。ワドルディが助けを求めていますよと。で、向かってこいよ。ほら、 OK、 よし、いいね。で、5分の2と。はい、で、あとはよし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 、 OKOKOK。 うら、はい、 OK と。ガチャラポン。お、で、なんか右奥に道があるじゃないか。お、なんだこれは。そういうこと？ニードルじゃダメなのね。た。お。はあ、ここにいるの。はい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 。でも俺ニードルの方がいいんだ。じゃあ行きましょう。わお、あ、これはファイヤーの方が良さそうだな。絶対なんかあるじゃん、こんな。こっち？おお、ワドルディがいる。はい、ありがとうございます。なんか壊れたりしない？しないか。風に逆らいつつ、左に何かある。そういうことか。はい、待って待って、ててて、なるほど。で、宝物、おいしょ。おお、設計図、ドラゴニックファイヤーの設計図。ファイヤーのパワーアップ。アイスまだパワーアップしてないんだから。お、待って、左になんかある。
で、これは何？ああ、ランタンスイッチ、はい。まあこのスイッチ通りに行きゃいいのかな。ほ、はい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 。お、落ちた落ちた落ちた。地下の隠し部屋へ飛び込む。隠し部屋なんだ。落下地点じゃなくて。へーだね。で、これは？伸び縮み、吐き出し、ファイヤーでつけて、お。ねえ、おお、またさらに移動。ああなるほど、高い位置に来ましたよと。あれ、もしかして、あ、バカ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 、プラスボタンを押したいのか。うわ、1個逃してる。なんだ逃したの、気になりますね。ああ倒さないとダメ。これよ。で伸び縮みと吐き出す。うわあ、ねえ。まあどうせ1個逃してんだからもういいでしょ。はい、ガチャある。ポイント。オッケー。このステージは割と早かったね。はい、ありがとうございます。さて、逃した条件は何でしょうか。風がしのげるホラー穴を見つけて。おー、一番最初の場所かな、それは。はいはい、スクイッシー。おー、ボム、いいね。ガチャルコン2つだけか。ブリザードブリッジの戦い。ビッグブリッジの戦いじゃないんだ。一体だけ逃しましたね。 OK です。あーあーあああ、そしてそして、はい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 。まあまあまあ、今チャレンジはさておき、ブリザードブリッジの戦い、まずはステージを全体的に終わらせるところを優先したい。 OK、 では行きましょう。なんか道中ないか、なんか書店なんかある可能性もあるからな。なんもないな、さそうだな。ないかないか。バーニングってあれなんだね。あ、あるじゃんあるじゃんあるじゃん。え、マキシムトマトかーい。いや、それはそれで嬉しいけど。あ、でも寄り道しマキシムトマトをいただきます。いやー、あったねあったね。いや、なんかカメラさ、ここちょっとちっちゃくなるからさ、なんかあるかなって思うじゃんね。え、さあ、じゃあ戦いましょう。あー、うーん、うーん、あぶねえ。これかな。はいはい、食らっちまったよ。ほら、おし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 。おい、マジかよ。ぐるぐる回って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 、ほい。あ、もうちょいもうちょいもうちょい。まあソードの方がいいかな。体力マックスじゃないけど、あ、マックスじゃなくても、でも2倍分は関係ねえんだ。あ、いいね。そしてなんか左に道あるよ。寄り道がちゃんとあるんだね。あ、あ、そういうこと。ああ、なるほどね。そういうタイミングは俺得意よ。はいはいはい。オッケー、5分の1で、あのね、
これ気になるな。よし、4枚あんのか。結構気をつけないといけないな。4枚ね、道中気をつけます。さあ、またボス戦っぽい。まずいな。ほら、 OK。 で、多分このコピー能力を使わないといけないと。 OK。 さあ、右に道がある。行きます。ちゃんと、おー、やっぱりそうじゃん。あ、でもトルネードいる？いるね。はいはい、こういうことかな。で、そのまま向こうに行かないといけなかった感じ。へえ、危ない。行って戻って、よいしょ。こう、待って、制限時間系が多い。おいおいおい、マジか。これ絶対氷に落ちないでみたいなあるだろ。よいしょ、 OK。 ほっ、あ、ばやり直してなのと思ったけど、開いてるわ、開いてるわ。ほっ、 OK。 はい、いや、つらい、結構つらいし、どっかにポスターなかったりしない？大丈夫？ないか、ないか、ない？待って、なんか上にあるよ。ふぅ、あるじゃん。オッケー。いや、割と結構なことさせてるぞ、これ。いや、カービィ難しくなってきましたね。はい、氷ね。さて、なんかあるんじゃないの、これ。なんか道中あったりしない？大丈夫？ボムの方がいいのかな。ちょ、コピー能力はガンガン使っていかないとね。よし。あーばーい。設置。あ、くそ。オッケー。よし。おい。はいはいはい。おい。バカー。よしよしよし。よしよしよし。で、ハンマー。オッケー。で、ハンマーがしっかりあるじゃん、ここにさ。よいしょ。あー、で、そっちね。 OK。 なんかない。なんもない。はい、ワドルディの声が聞こえる気がするんだけど。ハンマー、はい。で、はい、制限時間経過、これ。はい。まずこれ壊します。はい、開けます。割と辛くない、これ。あ、車で行けと。ダッシュ。いや、うら、オッケー、一発。よし。エピリンの
手配書も剥がしたから大丈夫でしょう。 OK で、ワドルディ、あんなところにいる。え、これは取れるの。よし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 、これでもやるしかないよね。もうダメージ覚悟でしょこれは。でドリルがいるからドリルにしよっかな。ドリルってここ掘れんの。あ、掘れんね、大丈夫。OK、 はいはいはい。うわー、ワイルドフロスティ2体。まあ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 、でもこれでいって、え、食らうの。はい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 、 OK、 OK、 はい。おい、掘る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 、 OK、 危ない、食らうんかい。それ掘る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 、 OK、 掘る、さらに掘る。うん、逃げられる雪山ね。はいはい、でも関係ない。掘る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 、 OK。 で氷にしておきましょう。 OK です、よし、いいでしょう。設計図、お、アイスかこれ。やったぜ、フロストアイスの設計図、ありがとうございます。で、ここになんかあるんだよ。よし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 、アイスにしといて正解。ん、土管、あー待って、あ、そういうことか。こう、あーなるほどなるほど、理解理解理解。ほっ、おっ、オッケー、よし、オッケーね。はい、でこう、手配書も4枚剥がした、ワドルディも5体回収した、よし。これ全部いったんでは、いった、本当か。いや、一個なんか逃してる。割と頑張ったと思うんだけどな、一個逃したか。このステージをノーダメージで全部クリアとか、その可能性もあるけどな。はい、ありがとうございます。さあ、逃したミッションは何だ？ツインフロスト、あー、ノーダメージで倒すね。あーな、あー、まあ、でも、ステージ全体ノーダメージじゃなくてよかったわ。電球、はい、OK です。はい、OK です。デデデじゃん、まさかのビーストキング。ワドルディたちの力で道を塞ぐゲートが開かれました。行きましょう。そっか、じゃあもう大きな節目ですね、ここが。ちょっと今回チャレンジは見逃してください。ストーリーを進めます。じゃあ行こう、まさかのビーストキング。いいね雰囲気。さて道中なんか変わったことはないかな、大丈夫かな。ワドルディを連れ去っていったあの檻がいっぱいありますね。はいはいはい、いっぱいある。ペンシルドリル、アイス、ファイヤー、カッター。俺はペンシルドリルかな。 OK、 よし、じゃあ行こうか。なんかない、脇にそれるものではないか。檻がいっぱいあるぞ。
宿敵の暴君デデデ大王、しかもアレンジ曲だ、いいねー。ほらほれほい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 、ほら効かないよ、ほらほらほら、よいしょ、おいっと、それはまずそう、よいしょ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 、はい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 、いいよ、バーカ、よいしょ、あ、それはまずそうなんだ、いった、食らっちまった。ノーダメージで倒すっていう目的が、よいしょ、オッケー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 、今大ダメージ与えられたんじゃない、よいしょ、お、それはね、なんか地面にも効きそうなんだよ、オッケー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 、いいよ、お、ハンマー、ハンマーあれ吸えるのでは、お前石柱使うのか、ちょっとハンマー持ってみようかな、ほらほら、よいしょよいしょよいしょ、ほい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 、ほらほい、ジャックス食らった、あぶねあぶねあぶね、よいしょ、おい、痛い、おい、決めてやる、あ、くそ、はい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 、1、2、3、おお、かわす、タイミング悪いな、あ、やばい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 、あぶね、次も逃げられるような気がする、来るか、1回2回3回、振ってくる、オッケー、俺も、おら、おら、まだか、はい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 、まだ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 、やばい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 、まず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 、1、2、3、おら、やっぱこれで決めたいよね、デデデ大王消えなかった、そういうこと、ハンマー絶対なんかある、ボム、オートサーチボム、あ、めっちゃ良さそう、ノーガードで出す、俺ノーガードだったんかもう純粋な殴り合いの戦い、でレデ大王賞金戻るかな、これいつも通りだったら賞金戻るはずだけど、お、起きたよ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 、まだ目戻ってないよ、1分30秒以内倒せなかったか、いや、あ、捕まった、デデデやるやん、ただでは倒されないってこと、今回はホバリングで追いかけることもできないからな、あらららら、ら、オリジネシア荒野大地、新しいエリアですね、デデデ大王がエフィリンを連れ去ってしまった、新たなエリアを探索し、さらわれたエフィリンを助け出そう、まだまだ続けねえ、命始まる大荒野、ほえー、マジか、ワドレディの町に一旦帰りましょう、はい、あ、なんかいろいろできてる、155人のワドルディたちが力を合わせて町がさらに大きくなりました、はい、大物を狙ってフィッシング、ドキドキ、刹那の釣り、刹那の釣り堀、なるほど、傾けてコロコロ玉ころがし、182のワドルディたちが力を合わせてコロコロ玉ころカービィがオープンしました、ミニゲームか、ボムの能力が進化できるようになりました、アイスもだよね確か、ファイヤー、あ、そうだそうだ、ドラゴニックファイヤーだっけ、なんかそんなあったね、オッケーオッケーオッケー、ワドルディいるね、デレデダイオンにエフィリンがさらわれちゃったけど大丈夫かな、こうしちゃいられないね、僕たちでエフィリンを助けてあげようよ、いいね、
じゃあ最後進化させてその様子見て終わりにしようかな。設計図3つもあるよ今回。はいはい、よろしくお願いします。お待たせしました。パイヤの能力はドラゴニックパイヤへ進化できるようになりました。はい、オートサーチブーム、オートサーチブーム気になるね。アイスの能力はフロストアイスへ進化できるようになりました。進化できるんだったら全部進化させたいけども、最低限まずアイスは進化させておきたいかな。おお、ワイルドフロスティの帽子や。さあどんな能力になってるのかな。可愛い帽子のフロストアイス、吐息をふうふう吹きかけて次々生まれる雪玉あららお顔がそっくりさんだ。え、敵がもしかして俺に。おー、すげえすげえ、あ、すげえ、しかも氷の端、あ、しかも最大まで作ったら、うわーすげえ、トゲが発生して、いやもうこんなん大変でしょ、こんなん、いやもう混乱よ。いいね。さ、サーチボーム行きたい。よしよしよし、作れるね。近代兵器っぽいな。パラボラのアンテナついてやがる。さあどんな能力かな。さらに新型歩くボム、ポイッと投げたら敵をリサーチし発見したならめがけて突進、さらにチェーンで敵を巻き込む。あー、なるほど、ちょっとやってみよう。まあそういうことよね、きっとね。だから遠くに投げてチェーンを複数作っておきながら、こういうことかい。いや激しいな、もう画面がどんどんうるさくなるぜ。めっちゃいいじゃん。いやもう何もしなくても勝てるようになっちゃうねこれだと。さあドラゴニックファイヤーだったかな。はい、作れるね、行きましょう。かっこよ。さあ説明。幻のモンスターがついに現る。放つブレスは火炎放射器、バーニングを放てば翼も羽ばたく、長押し書く空舞うドラゴンだ。おい、なんか 火の届く範囲広くない。炎上してる炎上してる。いいわ。で バーニングもこうなると。しかも何がすごいってさ、滑空時間が長ければ一瞬上がるのね。いやこれいいわ、これいいけど、やっぱまあサーチボムが俺はいいかな。はい、 OK です。よし、じゃあ今回ここまでにしましょうね。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。ではではまた次回お会いいたしましょう。失礼いたします。